イルカたちの一糸乱れぬ正確な演技には感動しました。トレーナーの方とも息の合ったコンビネーションで素晴らしかったです。イルカのビッグジャンプを見た時のしおりこ、目がまん丸になって可愛かったわよ。え、無茶を言わないでください。お土産売り場はこっちよ。最後はやっぱりここを見ていかなくちゃね。マリーのおすすめを教えてあげるわ。みんな喜ぶこと間違いナッシングよ。ん？それはびっくりするようなものをご所望ってことかしら。あの。もっと褒めて。あの。しおりこはお土産何にする？クリアファイルなんてどうかしら。生徒会の書類整理の時とか役に立つんじゃない？マリさん、そろそろ教えていただけませんか？どうすれば良いパフォーマンスができるのか、その秘密をずっと考えていたんです。水族館やマリさんの行動に何かヒントがあるんじゃないかと。でも、わからなかった。あのね、実はアクアリウムに入った時からパフォーマンスのインスピレーションが湧いていたの。え、どうやって思いついたんですか？水族館に入ってからはライブやダンスの話は一度もしていないのに。そうね、確かに話すことはなかったけど、大好きな友達と楽しい時間を過ごして、マリーのハートはずっとワクワクしていたわ。この気持ちをステージで表現したい。この楽しくてたまらない気持ちをたくさんの人にも届けたい。そう思ったのよ。それがマリさんの考え方なんですか？ええ、楽しい時間をたくさん、できれば誰かと一緒に過ごすの。今日みたいにお出かけするのもいいし、お家でお菓子パーティーなんてするのもいい。過ぎゆく一瞬を逃さずエンジョイするの。人を引きつけて元気づけるパフォーマンスは、人と紡いだ楽しい記憶、嬉しい気持ちの積み重ねで生まれるものじゃないかしら。私にもそんな考え方ができるでしょうか。しおりこ、あなたは今日楽しかった？はい、とても。だったら大丈夫。しおりこの中にも人を楽しませるシャイニーが溢れてるわ。自分を信じなさい。